セレパティオン洞窟行きましょう。ここはちょっと広いんだよな。で、あんまり全部回ってない気がする。そうだね。で、一回ね、で、ここでサンダーリング手に入るんだけどさ、一回サンダーリングさ、宝箱から出てさ、あ、やったーと思って、ゲットしたわ。勝手攻撃で敵を倒すは、まあ、できなくはない。できなくはないけど、まあ、魔法でいくか、じゃあ。多分、ブリザラとかでもね、大丈夫だったんです。当たってなかったのかね。で、そう、サンダーリングが出てきて、やったぜって思ったんだけど、一番最後に、リザルド画面でさ、手に入れないとさ、ダメなんだけどさ、宝箱で出てきたことによってさ、もうそれでゲットした気になってさ、最後に取らなかった、取らなくて、もう一回来る羽目になったっていうのが、セレパティオン洞窟でありましたね。あとね、序盤来るとね、こいつがね、強いんですよ。結構タフなんだよね。だし、あれがね、ひるむんだよ。よく今もう魔法効くかんね。あと凍るんだよね。はい、ブリザード。そう、グラビテもあるからちょっとめんどくさいね。ただ、こいつは落としちゃえば一発。いいね。一発？おお。あ、ファイガーが撃てるようになった。いいね。じゃあファイガー乱発するか。グラビデリングがあるといいんだけどね。そうするとあともう一枠開くからさ、自由度が増すんだけど。ファイが、まあケアルリング抜いてもいいのか。一応さ、何かあった時にフェニックスのは入れとかないといけなくて、で、回復は、まあ、ケアル使わなくてもコマンドリストで一時停止でできるから、一人だと。じゃあそれでいいか。で、しましまブドウ余ってるしね。で、これは同時にやんないといけないんだけど、OK、一回ダメだったらあれだよね、ちょっとね、いやー、食らっちゃった。まあいいや。はい、ファイガーは、映ってる範囲だと思う。あれ。つらい。広範囲ですよね。知らないな。リザードマンたちにはさすがに効かないか。見てないね、燃えてないもんね、そもそもね。やっぱリザルマの特性があるんだ。じゃあサンタラの方がいいか。悲しいね。エフェクトがかっこいいから好きなんだけどな。そうするとちょっとめんどくさいか。ラの方が出が早いんですよ、当然ながら。いやー、こいつもなかなか気持ち悪いよな。オッケー。あ、ブリザードになった。ブリザラか。でもなんだっけな、オーガじゃなくて、なんだっけな、
この後に出てくるやつ、あれがね、ブリザード耐性あんだよね。でもサンダラだとさ、あの電気、あの電気のイカみたいなやつ、あれイカ効かないんだよな。ヘイスが何回もかけるのもちょっとめんどくさいね。結構早く切れたよね。まあ、サンダラで倒せるからいいんだけどさ。いくぜ。あ、なんか話し、でっかいのも倒せるってことは、どんだけ炎耐性はやっぱ高かったってことなんだ。全部一発だったよ。まあ、話はもう前回の話でさ、ちょっといいね、周りも巻き込んでくれればいい、ね、周りの方がちょっとやっぱ威力が低いか。もう誕生日の話はしちゃったから、あとなんだろう、この間 DVD 修理に出したって話して、店員の姉ちゃんにすげえ意味深なまがあって、ちょっとあれだったよって話したけど、あれ結局ね、交換になりましたわ。やっぱダメだったっぽいよ。だからとりあえずよかったわ。ちょっと嫌な視線を浴びただけですんだ。ちなみにそのなんだっけ、交換っていうか、まあ、取り行った時に対応してくれたのも、その意味深なあれ送ってくれたお姉ちゃん。くそ、引き方めんどくさい。やっぱ固まっていくとやっぱりね、そう、あれがさ、そう、多分もう誰で動き止める人は誰なんだって。あ、いいんだね。コウモリさんが厄介。落とせば多分一発だと思うんだけど、そういえば1とは書いてるもんね。それぐらいかな。で、これでこっちの下、これもちょっとあれかな、何回も重ね掛けしてれば、その都度あれなのかな、効果時間は延長されるのかな、あれかと思ってた。なんか長い時は長い気がするから、とりあえず定期的に走れば。今倒したつもりでいた。そんぐらい、パトリスさん。なかなかね、あんまりなんだろう、濃い生活を送ってないから、なんか2週間ぐらい溜め込まないと、溜め込んでようやく1つか2つぐらい話ができるぐらいのレベルだからさ。その DVD の話も終わっちゃったっしょ。でもちょっとね、調子が悪いから、今度はね、まあ両方だったかもしれない。 DVD の本体の方も、本体じゃねえや、ディスクの方もちょっとおかしいかも。これハマる、耐性ないやつハマるからね、楽でいいよね。OK、ちょっとたまに重ね置きしますか。ただこのここがさ、そうなんだよね、君たちなんだよね。あのさ、この紙系のやつはさ、ひるみ防止なんだよね。なんて言えばいいの、ああいうの、
ひるむんですよ、厄介なことに。当たってないんだ。ちょっと下がんないみたいな人に見せる入りの鎧。ギガースか、思い出した、ギガース、ギガース。まあでもやっぱ重ね書きすればその都度伸びるのかな。今消えたね。あのモンハンとかのさ、あでもモンハンの資料部って書き直し、いや延長されるだけか。だからなんか時間が決まってて、まあ延長されるんだったら、このシステムだったらあれだけど。これ待ち時間でやればいいのか。ちょっと喉があれになってきた、ガビガビになってきた。やっぱもう乾燥するじゃないですか、喉がやばいね。で乾燥、うん、乾燥機の加湿器をちょっと置きたくなくて、いろんなあれがあるからさ、ゲーム機とかパソコンとかがあるから、あんまり水物を近くに置きたくないんですよね。なんかあったら困るからさ、パソコン行ったらもう俺終わりだから。新しいパソコンなんてとてもじゃないけど買えないんで。今あるパソコンどれぐらい経ったかな、結構経ったんで。10年はまだ経ってないけど、7、8年は多分経ってると思うんですよね。もう完全にバッテリーがいってるから、新しいバッテリー買いたいんだけど。あ、そうそう、ここがサンダーリングですね、あるところ。バッテリーでも結構値段見たらしたんだよね。でもさ、そう、あの動画の更新頻度上げるっていう話にもちょっとかかるんですけど、パソコン1台だときつい、2台欲しい。だったらもうここまで来たらさ、新しいパソコンをもう1台買ってでもいいのかなって思うんだけどね。高いよね。これ下行けないので、また上から戻ってこないといけない。ではなんかね、バッテリー、今のやつのパソコン、あ、だからもうバッテリーがいってるから、充電コンセントつなぎっぱなしじゃないとダメ、使えないんですよね。なんかいつもでもね、見たらね、もう古いから、そもそもの生産、ものがあるかって話と、あと、あったとしてもね、確か結構高かった気がする。万単位ぐらいで、してたような気がするんですよね。この今、左のところ、右から見やすいところは潜りますですね。だから新しいの買って、で2台体制で動画を作るっていうのもいいよね。マスカレード、マスカレードって持ってたかな、よかったような気がする。んでこのまんま下行って、でこれ下行くと、あの入り口入ってすぐ、スタートさ、あの入ってすぐ左行ったと思うんだけど、その右側に出てくるんですよ、ここだと。だからセレパチオンルーツは今みたいなルートで回ることが多いかな。次のマップがね、あんまり回んないかな。もうそのままもボス行っちゃう感じで、そこっちから行くと、キモいキモいよ。仮にあれだね、サンダー手に入ったからサンダー化になるね。しびれてる時は動けなくなるだけで、あれかな、ガチガチコーラ追加ダメージとかないよね。ブリザードは凍ってる後の一撃かなんかがダメージが増えるはずだし、燃えてるときは、ファイヤーで燃えてるときは防御力が下がってたような気がする。サンダーは動けなくなるだけかな。
でも意外とガよりもさ、ラの方が使いやすかったりするよね。やっぱ出が早いからさ、大体みんな突っ込んでくるじゃん、こっちに近づいてきてくれるからさ、射程に入る。いろいろ回れば出てくるんだけどさ、おーいいね、もうこのまんまボス行っちゃいます。右端にやんなきゃな。うん、なんかここ2匹ぐらい出てくるよね。ほら、魔法使うときはやっぱ兵数がすごいね、便利よね。ここが確か1個宝箱が、非石化が、石化がちょっと面倒くさい庭場所が。この奥かなんかに1個宝箱があった気がする。それだけ取って、あ、もう OK ね、そう。まあ耐性装備ね、作ったらいいんでしょうけど。アルデモの書はよう出るね。でもあるんだよ。で、そっか、ここの先だね。ここがちょっと正念場。てか変なのがいっぱいいるからさ、動きまたこいつらだからさ。でさ、あーくそ、動きを止めてくるやつと、ひるましてくるやつと、凍らせてくるやつと、わけがわからないよ。ハマると厄介だよね、このゲームね。打たせてくれりゃいいのに。スローかけてくんじゃねえ。あ、そうか、だからか、スローかかったからあれか、サンダロン出がちょっとおかしかったのか。しかもサンダラ当てたいやつは効かないし、待って、そしたらもう振り返しだけやな。君たち、君らがすごい邪魔。よしよし、一回当たればいいんだけどね。よしよし、おい、随分あ、そう、急に逃げるよね。まあいいんだけどさ、危ねえ、間に合った。こうなっちゃえばおしまいですよ。あれ、あ、そんな効いてたか。あー、つらかった。なんかね、あとなんかこっちの端っこの方にもあれはあったりするんだけど、もうめんどくさいからおしまい。意外と広いんだよ、セレパティオン洞窟って。で、ケイブアームさんか。この子に関してはあんまり知らない。で、これに関しては周りがあれなので、居酒にした方が簡単。簡単ってことはないけどさ、
した方が。雑魚処理に。こうやってさ、ずらしてくれるからさ。あの、ケガンさんがさ、吸い込んでさ、そう、あれ、サンダーの射程から外してくれるからさ、助かるんだよ。無理攻撃に耐えるだったら、こいつ大丈夫だよ。とどめだけ買ってくるんだけど。確認を間違えて。聞いたな。思ったより聞いたぞ。すげえ、ファイラ聞いたな。あ、いや、それ、ぐーってやったよね。魔法系、魔法のあれも上がってきたから。あ、溶けるんだ。これちゃんと見てなかったけど。溶けちゃうんだね。OK。オリハルコンしか手に入ってないからな。 あとあれだ、ここはね、なんだっけ、セルキの最強武器を作るのに風の結晶が必要で、来たわ何回も。頑張りなさい、辛い旅を続けるお前に頑張れなどと簡単に言うことは父さんにできない。しかしそれ以外の言葉は父さんしない。だから頑張りなさいって言って。ありがとう。水色ブドウを手に入った。頑張りよ。語彙力が足りなかったね。パンでも食ってくれ。お腹すいたな。はいよ。トゥ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 。いやー、一個ぐらいアーティファクト出てほしい。合体攻撃で敵を倒す。結構いい感じだったと思うんだよね。なんかいいね。223。いい感じ、いい感じ。つら、なんでリング2つも出てんの。賢者の杖、サンダーリング2つ出んだ。はあ、マスカレード、アルテマの書。くそ、やっぱりちゃんと、あれか、風の結晶、風の結晶いいね。そう、風の結晶はね、出ないんだよ。で、確かに点数高くないとダメなんだよ。じゃあもう一個の、なんだっけ、最強武器作るのに、どっちの人たちが風の結晶を使うから、持っときましょうね。